TGV オット o ロンティ i クはフランス国鉄の動力集中方式高速鉄道車両。1988年から1992年にかけてアルストムで製造された。LGV 大西洋線の開業に際して開発され、TGV シュッドエストに続く TGV の第に世代にあたる。1989年に 世界初の時速3 0 0トルでの営業運転を開始した。オットーロンティック編成は、両端2両の動力車と中間10両の連接客車で蘇生され、編成長は2 3 7 5 9ル空車時の編成重量は444トンである。交流2 5 0 0 0ト5 0ルツと直流1 5 0 0トのに電源に対応する。動力車は、 TGV シュッドエストの衣装を受け継いでいるが、上部前消灯のある、前頭部分がなだらかなカーブを描く形に、改められている。主電動機は、シュッドエスト編成では、直流電動機を使用していたが、オットロンティック編成では交流動機電動機を、採用した。電動機1機あたりの定格出力もシュッド、エスト編成の 537.5kW から 1100kW に増強された。 この結果、編成中の主電動機は、動力車のみ、軽発機搭載となり、交流2万5000ボルト区間の定格編成出力は8800キロワットである。主電動機の制御方式は、GT をイリした素子による、VVVF インバータである。中間の客車の台車は、軸箱指示機構が、シュッドエスト編成の筒型ゴム式から、コイルバネを使用した軸量式に変更され、 枕バネもコイルバネから空気バネに変更された。これらは以後登場する TGV 編成にも踏襲されている。ブレーキシステムはシュッドエスト編成と同一の発電ブレーキ併用電磁自動空気ブレーキであり、台車には踏み面ブレーキディスクブレーキが装備されている。パンタグラフはスリータをダンパで支えることにより、架線の微細な上下動を吸収し、 高速走行時の河川に対する追随性と終電性能を向上させた改良型の GPU 型1本マストアーム型パンタグラフに交流用直流用ともに改められシュッドエスト編成の交流用パンタグラフに採用されたダブルアクションアマディ型は採用されていないシュッドエスト編成が運用される LGV 南東線の最急勾配35 パーミルに対し LGV 対西洋線の最急勾配は15パーミルを標準としていることと、シュットエスト編成より出力が増強されたことから、客車はシュットエスト編成より2両、多い10両とされ、1等車3両、2等車6両、2等座席と、バーの合わせ作り車1両で構成される。車体幅はシュッドエスト編成の 2814mm から 2904mm に、 拡大されている。編成定員は、更新前のシュッとエスト編成が368人であるのに対し、オットーロンティック編成は485人となっている。車体塗装は、シュッとエスト編成がオレンジを地色としたのに対して、オットーロンティック編成では、シルバーメタリック地に窓周りに白い縁取りの青帯を配し、1等車、2等車、 バーゴー作りに当社のグレードごとに異なる3色のアクセントラインを配する。この塗装が囲碁の TGV の標準色とされ、シュッとエスト編成についても更新修繕時に塗装変更された。なお、オットーロンティック編成のうち1本は落成後に白地塗装に変更されたが、ほどなく白はシルバーメタリック値に改められている。 日本の新幹線に酷似しているという指摘が一部であったという。2021年現在、老朽化によって運用離脱、廃車となる編成が出ていて、TGV ユーロデュプレックスへの地下へげが進行している。2009年5月時点では、編成番号301から405の105本、すべてが LGV 大西洋線、モンパルナス。 マッシー TGV 間のパリメトロ13号線、シャキヨンイコールモンルージュ駅近くに立地するアトランティック車両基地に配置されている。LGV 大西洋線系統の列車のほか、LGV 大西洋線から LGV 南東線、LGV 東連絡線方面へ直通する列車にも運用されている。第325編成は1990年5月18日に、 開業前の LGV 大西洋線クールタラン分岐点プール監視線において、当時の鉄輪式における世界最高速度時速 515.3km をバンドーム付近の下り勾配で記録している。この試験走行に際し、動力車は車輪系が一回り大きいものに交換され、パンタグラフはカバーで覆い、中間客車は3両に減車され、編成重量も250トンまで減らした上で、 空気抵抗やブレーキなど様々な改良が施され、時速 500km の速度域に対応した特別編成とされた。当該編成の動力車前頭部分には、青いストライプと記録達成の日時、速度がペイントされ、一般運用についている。ありがとうございます。